ラブコンは、中原彩による日本の漫画作品。別冊マーガレット2001年9月号から2006年12月号まで、連載された。第49回小学館、漫画小少賞上向け部門受賞。単行本1巻から16巻に収録されている、本編のラブコンに加え、リサと大谷の中学時代を描いた、番外編、ラブコンプラス、高校卒業後、 初めて過ごす夏休みの出来事を描いた完結編とも言える読み切りラブコンファイナルが2007年に発表され、それぞれ単行本17巻に収録されている。2006年5月時点で単行本の累計発行部数は800万部を突破している。なお、タイトルのラブコンとはラブリーコンプレックスの略。ラブコンやラブコンと表記されることも多いが、 正確には、ラブコンである。2006年7月15日実写映画が公開。2007年4月から同年9月まで、TBS 他で、テレビアニメが放送された。舞台は、大阪の高校、毎度学園。主人公の小泉リサと大谷氏は、入学当初からの懸縁の中。その慎重さがはために愉快なことと口喧嘩がまるで、漫才のようであることから、 不本意ながらも、学園のオール阪神、巨人として、有名だった。会えば喧嘩ばかりだったリサと大谷だが、これ異常ないほど、性格や音楽の趣味が合うことが判明し、またお互いが慎重という、同じコンプレックスを抱いていることにも気づく。それと同時にリサは、大谷が持つ、さりげない優しさや男らしさにも気づき、だんだん惹かれていくことになる。自分にとって、 最高の相手である大谷。ただ一点、身長を除いては。声、アニメ版の担当声優、ドラマ CD 及びゲームの担当声優、演、実写映画の俳優主に主人公、リサが発する造語。そのユニークさから、中には、実際に使うファンもいる。2006年7月15日より、小畜系で公開。2007年1月1日に、DVD が発売された。 主要なキャストについては、登場人物の不死を参照のこと。2007年4月7日から同年9月29日まで、t b s 系列主要局にて放送。全24話。制作は、東映アニメーション。2017年現在、t b s 系列で放送された最後の、東映アニメ作品であり、土曜日17時台後半枠で放送された最後の、 TBS 制作アニメである。TBS 制作の全日体アニメも、スージー、エズー大好き、ウィッチーまで3年半存在しなかった。主要キャラのキャスティングは、リサ、ノブコ、マイティ役の声優以外は全員大阪府出身である。ただし、ノブコ役の東沙織は、三重県出身のため、講義の近畿地方出身者にあたる。ありがとうございます。